どうもミルトンです。今回はレッドドットサイトがゴミすぎるという件についてやっていきたいと思います。で、なんでね、いきなりゴミになってしまったかっていうと、今シーズンってオキエイムが弱いですよ。まあ同期ずれのせいなんですけど、そうだから隙間とか見るときにドットサイトのドットが大きすぎて、もうミリでオキエイムするのが弱いんですよ今。だからオキエイムが余計弱くなって、もうこのゲームつまんねえってねなってしまうと思ったんで、ホロサイトにね変えました。いやね、レッドドットサイトどれぐらいつまんないかっていうと、もうトイレの水の流れを見て楽しんでるのと一緒ですからね。いや今間違いなくレッドドットサイト使ってる人たちは、もうトイレのショーと大の微妙な水の流れの違いを見て、あ、この流れ好きとか言ってるのと一緒ですからね。まあ、ということでやっていきますよ。いやまあね、スライディングは使わないんで、この激草赤番ムーブで倒したらね、お前赤番しろーらーとか言われるんで、もう息くせえぞとか絶対言われるんで、やりませんよ僕は。いやホロサイトちゃんと使うんで任せて。え、なんか音近づいてきてるような。ドローン開いた音聞こえてるけど、ドローンどっから来んの。近いね。来た。うおおお、打ちすぎ面では、打ちすぎ面メンジャル、打ちすぎ面、それはやっちゃうぞ俺。あ、ナイス、やばいやばいやばい。尋問できる、尋問成功するのは嬉しみの極みすぎて顔面クリーチャー案件なんですが、やばいやばいやばい。ちょ、倒しに行く、倒しに行け、潰せ潰せ。おあのハンマー野郎潰すぞ、行くぞ。お、行くぞフロスト、声裏返ってないで行くぞ。え、何、どこにいるのあいつ。あいつどこ行った。お、ハンマー、ハンマー野郎どこ行った。アッシュが一番端にいたからな、 NE らへんにいたから。え、何、アッシュもうそこにいんの、早くない、めっちゃ早くない。おい何やってんだ、おい、ここでおい味方って言うとダメだけど。え、何あれ敵だったの。あ、待って、あれ左にいた。え、何スレッジゴミ袋すぎない、やばいんだけど。何あいつゴミ袋ファッションまとってんだけど。お、強いと思ってんのか。ほら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 、お、ゴミ袋ダウン、ゴミ袋ダウンって言うと超煽りみたいな感じだけど、ガラス越しの猿バージョン増えたな。やばいね、あれ強くないスレッジ、息してるだけでゴミ袋。下下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 下、おーい、やばい。もうね、負傷にして HP20 しかないっていう修正来てからもう余裕だね。もうエラのこの豆鉄砲でも余裕だわ。いや、やっぱりね、飛び出しまくったり、リーンしまくったりして、打ち合いに行った方が強いね。もう、同期ずれたら、俺たちがずれるっていうのは間違いじゃない。もう、そうすれば勝てるね。そう、前回の動画で、なんだっけ、同期ずれの動画を出したんですけど、もうそこのコメント欄で、メルトンさん、脳みその位置、ずれてますよとか言われたんですけど、いや、そんな奴にはシリ発動させんぞ。いや、俺の動画でよく聞く単語で、お尻っていう単語あると思うんですけど、もうそのね、単語でシリが発動するらしいんですよ。いや、なんかね、俺のお尻に反応する iPhone があるらしいんだよ。だからみんなね、わ、この動画汚い、この人本当に嫌だ、変態とかね言ってる人いるんですけど、いや、逆ですよ。皆さん心汚れすぎじゃないですか。もっとね、僕の動画でね、浄化しましょう、心。そう、俺はね、シリを丁寧に言って、お尻って言ってるだけで、そう、シリを隠してあげてんだよね。俺のお尻にか、シリを隠してるんだよ。俺はシリをね、ちゃんとね、丁寧に呼んでるんですよ。だからね、今日は皆さんのね、反応させますよ、iPhone を。あ、やばい、こんなとこにエラボをつけたら、壊されちゃう。あ、見えないんだ、その角度。へぇ。いや、サカラペイに対抗するのは窓付近で補服。最近これ聞かなくなってきたけど、みんな学習し始めて。あのね、サカラペのね、見えるどれぐらい見えて、なんだっけ、どれぐらいでやられるのかっていうのを把握しとくと結構強いですよ。だからフレンドとかいたら試した方がいい、サカラペは。サカラペ覚えるだけでキルで上がるから。どうせベッドしかねえんだろ、来いよ、ほら。あ、なんだなんだ、ここみたいな感じでワンパーナ作ってんじゃねえぞ。ノミソの位置ずれてますよ。待て、なんで現地やられてんの、どっからやれた、現地じゃねえ、ドクロマーク結構遠かったわ。まあ、だいぶ近く見えたけど。え、これもうベッドじゃねえ、ずっとなんか下いそうだな、これ下と何ベッド、ナイス、なんか下いそう、怖え、どっち来んだろうな。
あ、気持ちいい。あ、これはもうシリー発動しよう。ヘイシリー、ヘイシリー、シリー、シリー、ヘイシリー、ヘイシリー、なんて言ったらいいの。読みな、読めた、読めた。え、どう、みんな発動できた。ちょっとね、発動条件知りたい。というかね、なんか iPhone の設定でね、シリーって呼ぶとなんかこう出てくるあの設定があるらしいんだよね。あ、ちょっとコメント欄でね、発動した方はね教えてください。俺のお尻に反応した方はね、ぜひね、もう喜んでねコメントしてください。いるからね、絶対ね、俺のお尻に反応しちゃう人。あ、そういえばお尻といえば俺最近ケツドラもやってねえな。ケツドラマはメルトンだったのに、最近ケツドラマはやめちゃったわ。あ、そういえばそうだ、そんなくだらないこと言ってないで、そういえばカフェドストエフスキー変わっちゃうんだよね、これ最後だよ、これみんな見て、みんな見てって、なんだよ、あの今シーズンじゃなくて来シーズンからこのマップ変わっちゃうんだよね、激変。もう何が何だか分かんない、もう誰のお尻、ケツ、またお尻って言っちゃった、誰のどこの誰の家ってなっちゃうから、行くぞ、任せろ。すごいよね、もう iPhone 感度高すぎ。3対5？ 17秒満で？うそー、なんでなんで。大丈夫、マエストロがいるから。いや、まあもうなんかそういう関係のキャラ多いな。カフェね、もうリスキルしやすいから、みんな、あー、もうワンチャンワンチャンとかなっちゃうからな。いや、任せろ俺に、ここで戦うのは俺ちょっと違うな。え、このボイスっていいんじゃね。インの声だよね、エラの声じゃなくない。絶対インの声だわ。ナイス、いいね、甘いぜ。降りてきたね。待て待て待て、あなた、あなた、なんで降りてきたのね。もう一人いる。わっ、もう一人、あ、死ぬ、あ、うわ、おしん、進歩、うわ、すごい発音が綺麗すぎてめっちゃエロい。お、進歩、やばい、シンプルに強い、やばい、発音がもう完璧すぎ。オールキルじゃね俺、エイスって言われてる。あー、発音切れすぎてエロい。いや、てか忘れてたんだけど、そういえばレッドドットの動画じゃないか。なんかみんなの iPhone が俺のお尻に魅了される動画だといつの間にか錯覚してたわ。やばいやばい、動画ぐらい脳内調整しないと。いや、脳内調整しちゃダメだ、ゲーム内だけにしとこう。やばいやばい、もうそもそも動画があはん成り立ってなかった。あはん、あぶねー、たまに息切りして、うわ来いよおいって主人公補正みたいな感じで生きてっと、たまに抜かれて、あ、もうエスケープをして途中抜けしようみたいになっちゃうから気をつけよう。もうほんとね、リンして死んだ時もほんと嫌になるからな。だからリン強い時あるけどね、出しミスって出しすぎるとほんと予期せぬ死が起きるからね。あ、なになになに、どっから投げてきた。あ、オッケー、基地ね、すべて把握したぜ。ここで唐突に降りるぞ。はい、ナイス、ナイススモークグレネード。いや、もう綺麗、この動画やっぱ綺麗だね。この実況者やっぱ言葉の言い回し、ちゃんとこう汚い言葉言いかけても綺麗な言葉にね変換していく。うん、あー、スモークグレネードナイスみたいになる。狼か、任せてくれ。いや、これがこれは、あ、武器庫入ってくれてるからこのまま行っちゃうか。あ、ちゃんとエラの声だ今回。何、俺が使うと何、インの声と間違えちゃうのどこまで脳内調整してんの、大丈夫、私の声なんだっけみたいな、ワオワオってなっちゃうの。やめてよ、そんな奇妙な声出さないでくれよ。大窓いるぞ、大窓一人ロックかな、アッシュ。でもなんかな、野良ランクにな、そこまで1把握求めてもな、相手のどこの部屋潰そうとしてるのかっていう意思は分からないからな。そういうことなんだよな、やっぱ野良とパーティーの違いって、相手がフルパであるのと、お互いフルパであるのと野良であるのとはゲームが違う。入ったよ今、ここ血が出た、血が出たぞ。なんか俺今日ちゃんと実況してるね。あらだだ、あらあらだだ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 。いや、まあ俺の考えだけどね、これはいろんな考えがあると思うよ、一つの参考にしてくれ。
あと15秒。何、あと15秒でみんなお散歩してるの。ああ美しいんちゃう。残り10秒。はい、ザビズズズ。はい、余裕じゃなかったけど、今いや全然余裕じゃなかったけど、怖かったけどよかったです。はい、ということでね、もうホロサイト強すぎて、レッドドットサイトってなんだっけって感じなぐらいね、もう強いんで強いです。